龍馬はん、うちに天ぷらの作り方教えて。いいですよ。まずは衣の作り方。卵と水を混ぜるんですけど、水はなるべく冷たいものにしてください。氷水がベストです。そこにふるいをかけた薄力粉を加えてさっくり混ぜます。この時念入りに混ぜすぎると粘りが出てしまうので気をつけましょう。粘りが出ると美味しい天ぷらにはなりません。卵は卵白だけにする人もいますし、卵の代わりにマヨネーズを使う方法もよく知られている裏技です。難しそうやわ。はい、難しいです。こればっかりは何度も作って体で覚えるしかありませんと言いたいところですが、市販の天ぷら粉を使えば大体 OK です。そうなん？次回、龍馬と慌ただしい日々、お楽しみに。魔法の粉にゃ、それさえあれば無限に天ぷら食べられるにゃ。